皆さん、こんにちは。10月17日、俳優、西田敏行さんが亡くなりました。西田さんといえば、数々の映画やドラマで活躍する一方、人気バラエティ番組、探偵、ナイトスクープの2代目局長を務めていたことも有名です。そんな西田さんですが、同い年で50年来の友人でもある泉ピン子さんが、西田さんが著白海を降りた本当の理由や、頬の傷について語っています。一体どういうことなのでしょうか。調査していきます。ぜひ、最後までご覧ください。ロマンザ。まず、西田さんの死因について紹介します。西田さんが世田谷区内の自宅で息を引き取ったのは、10月17日の午前6時ごろ。死因は虚血性心疾患。この日も仕事の予定が入っていたため、昼前に付き人が自宅を訪問、ベッドで冷たくなっている西田さんを発見し、12時18分に119番通報がなされましたと芸能関係者は伝えています。近年は怪我や病気が絶えませんでした。2001年には頚椎症性脊髄症を発症、03年に心筋梗塞、16年には頚椎亜脱臼などで入院や手術を繰り返したが、現役を貫いていました。03年に西田が主演を務めた映画ゲロッパの監督井筒和幸氏が、撮影は極寒の中でしたが、どのテイクもほとんど一発 OK、 屋外で白い息を吐きながらやってくれていました。僕がもうワンカット歌ってくれますと聞いても、なんぼでもやるでと、約1ヶ月後に心筋梗塞で倒れた時は本当に心配しましたが、その年のブルーリボン主演男優賞をもらった時の生きててよかった、ゲロッパが遺作っていうのもね、という西田さんのコメントには、みんなで爆笑しましたと話しました。今月8日には映画ドクター X の完成報告会見に出席、来年1月クールのドラマ出演も決まっていました。奥さんから酒は控えるよう言われていましたが、つい最近もドクター X で共演した岸辺一徳さんや勝村政信さんと2杯までと決めて飲んでいましたと事務所関係者が語っていました。西田さんは1947年福島県郡山市生まれで、地元の同級生村上健一さんは飲み仲間の一人、最後に会ったのは先月の5日頃、地元でビールを飲んで、あん時川にふんどしして入ったよなとか、小さい頃の他愛のない話をしました。帰り際もさよならなんて言わずに、またどっか行く時は電話すっからって、亡くなったって聞いて、何十年ぶりに東京の西田の家に行き、お別れをしたけど穏やかな顔をしていましたよと村上健一さんは語っていました。そんな西田と50年来の付き合いなのが、冒頭で登場した泉ピン子さんであります。二人が初めて共演したのは76年放送のドラマ居心地満点でした。泉さんはプロデューサーから、あなたの相手役は進撃だよって聞いて、山崎努さんみたいな渋い人を想像していたら、西田でございますって訛りの強い男が登場してさ、ええって思ってから50年、当時は二人ともお金がなくってと振り返ります。西田さんが亡くなった日、泉さんはテレビをつけっぱなしにして犬の散歩に出かけたそうです。また泉さんは帰ってきて犬のリードを外して部屋の中に入ると、突然テレビから俳優の西田敏行さんが急死って聞こえてきて、何が何だかわからなくてテレビの前まで走ったら、あの人の写真が画面に映っていたの。その時はもうポカンとしちゃって、何なんだろうっていう思いばかりが募り、とにかく信じられない気持ちでいっぱいでしたと語っています。ロマンザ。泉さんも西田も売れっ子役者になったが、その友情は変わらなかったそうです。時に真面目な相談に乗ることもあり、西田さんが最勇気で著白海を演じていた頃のことです。西田さんが著白海役を降板した本当の理由があるそうなので紹介します。西田さんが泉さんに、ピンちゃん、ちょっと相談があるんだ。実はこの前
休みの日に娘を連れて遊びに出かけたんだよ。そうしたら公園で遊んでる子供たちが俺のところに寄ってきて、豚だ豚だって言うんだよ。それ見てうちの娘が泣いてるの。うちのパパは豚じゃないってさ。俺それを見ていたら切なくなっちゃってさ、と西田さんは泣きながら相談していたそうです。そして今度最勇気のパート2をやるんだけど、降りちゃってもいいかなと言った言葉に、泉さんは無責任と思う気持ちもありましたが、降りていいんじゃないと言ったそうです。最勇気アイアイの著白海役は左とん平さんに代わり、後から考えるとそんなこと言わなきゃよかったと言っていました。泉さんは、あの人は本当に自分の出たドラマが大好きで、家に行くといつも深夜3時4時まで飲んで、最後は必ず昔の自分の作品を人に見せてくるんです。それで自分の演技を褒めてもらいたがる。それぐらい好きだから、西田くんは自分が出ていない最勇気2を見た時どんな気持ちになったんだろうなって考えたそうです。ところで NHK の大河ドラマ女対抗期では西田さんが豊臣秀吉を演じ、泉さんは秀吉の妹朝日役に、脚本は橋田壽賀子。1年に及ぶ撮影期間だったが、現場は盛り上がり、放送終了後にメンバーで海外に打ち上げ旅行に行くことになったそうです。その旅行中にできた頬の傷について語っています。サイパンのロタ島に出かけ、遅くまでお酒を飲んで楽しい時間を過ごしたそうです。みんなであまりに飲むものだから夜中に酒がなくなったことがあったそうです。すると西田さんが、ピンちゃん、橋田先生の部屋に酒がいっぱい置いてあるからさ、ピンちゃんだったら許してくれると思うから取りに行ってきてよと言ったそうです。泉さんは、でも時計を見たら深夜2時、そんな時間に橋田先生を起こしてお酒なんてと思っていたそうです。西田さんは、水を飲んでみんなで喋るってわけにもいかないだろ、トントンって扉を叩けばいいだけだからさと続けました。泉さんが、バカ野郎お前がやれよと返すと、俺はやだよ、ティンちゃんなら可愛がられてるから大丈夫だろと言いました。結局橋田先生の部屋の前までは行き、やっぱりトントンできずに帰ってきたそうです。結局みんなでほうじ茶を飲みながら朝まで喋っていたそうです。西田くんはそれほど本当にお酒が大好きだそうです。一方泉さんが西田さんの頬の傷についても、お酒が絡んでついた傷だと明かしています。西田さんはよく見るとほっぺたの右側に傷があります。実はその傷、ヤクザにやられたと西田さんは言ったそうです。芝居の打ち上げで神戸の焼肉屋に行った時、ヤクザに絡まれたそうです。西田さんはちょっと短気なところがあり、何か言いがかりをつけられ、それに怒ると向こうが手を出してきたそうです。そのあらましを得意げに話していました。ドラマなんかで、ビール瓶ってのは、普通3カット目で顔に来るもんじゃん。男が、何?となって、ビール瓶を手に持つのが1カット目、2カット目で机に叩きつけて、ビール瓶を割る。で、3カット目で顔に来る。ところがさ、本物のヤクザってのは1カット目で顔に来ちゃうんだよ。最後は焼肉屋の店長が暴れる。ヤクザを制止してくれて、その店から車で逃げたそうです。西田さんはちょうどその時女房もいてさ、白いタオルで僕の切れた方を押さえるんだ。すると白いタオルが血で染みていく。そんな俺を対向車のライトが照らすわけ。バックミラーにその姿が映って、これまたかっこよくてさと言っていたそうです。泉さんと西田さんはお互い相談できる仲だったのだと感じますね。ロマンザ、皆さんいかがでしたか。長年にわたり日本の映画ドラマそしてバラエティ番組を通じて笑いや感動を届けてくれた西田さん、彼の才能と人柄は今後も多くの人々の記憶に刻まれ続けることでしょう。泉ピン子さんとの50年来の友情から垣間見える彼の人間らしい一面もまた彼をより一層身近に感じさせるものです。西田さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。